こんにちは。今回はこちらです。3回連続ですね。鍋島の特別純米酒、グリーンラベルです。醸造元は、佐賀県は鹿島市、福千代酒造さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ。塩米は品種の記載がありません。精米倍は 55%、アルコール度数は15度というふうになっています。こんなラベルですね。じゃあ、開栓していきます。グラスに注いだ状態になりました。はい、3回連続で恐縮なんですけれども、今回も鍋島ですね。前回と前々回と、オーソドックスなフルーティー系でありながら、ちょっとこう、イチゴを連想するような、結構好きな味わいだったんですけれど、今回はどうでしょうね。いつも通り順に報告していきます。まずは香りから。結構上立ちかも、しっかり強めですね。こちらもやっぱりオーソドックスなフルーティー系かなって思います。実際に口に含みます。はい、安定の美味しさですね。やっぱり言わずと知れた有名銘柄ですからね。間違いないです。香りも上立ち化で受けた印象そのまま、口に含んでなおフルーティー系。そんなにこう、イチゴのような感じはないですね。さっきの二つとはちょっと印象が異なります。何が近いかなっていうと、困るタイプです。はい。フルーティーな日本酒で感じられる感じですね。いや、うまいですよ。前回が、純米大吟醸で特別なやつをいただいてしまいましたので、どうしても、踏み込んで言えば、どうしても介護感にはなってしまうんですけど、それでも十二分に美味しいです。すぐに感じられる違いなんですけど、前回の純米大吟醸は甘みが少しこう、前面に出てたんですが、今回は旨味ですね。はい、それはもうはっきりと、明確に旨味が前面に出ています。濃厚な味わいは、さっきの二つと全く一緒ですね。鍋島は結構、濃いめのラベルが多いんですかね。飲み応え十分です。しかもね、結構、振り切って辛口だと思います。ドライ感強いですね。いいですね。おかわりをいただいちゃいましょう。鍋島みたいなですね、人気銘柄を捕まえて、こんな風に言うと怒られるかもしれないんですけど、やっぱり特別純米なんで、割とこう、日常消費を普通に飲まれることを想定されてるのかなと。さっきの2つに比べると、華やかさとか優美さですよね。そういったものが少しトーンダウンしてるかなって思います。個性が弱まって、あらゆる食材に合うのかなと。結構ね、汎用性が高そうです。いや、なかなか鍋島を日常消費用にしようとは思わないんですけれども。でも、こちらは、特に上位ラベル2つの後なんで、そう思えてしまうのもやむを得ないかもしれないですね。繰り返しでくどいんですが、十二分に美味しいんですけど、そう、華やかさがね、酸味とか、そういった華やかさの応援要素みたいなものはありません。しっとりと美味しいタイプです。あるいは苦味とか、何かこう印象づけるような強い個性といったものは、私は感じることはないですね。シンプルにうまいタイプです。ああ、でもどうなんですかね。最初にこのラベルでいただいてたら、もっと感動したかもしれないんですけど、ちょっと私が順番を間違えたかもしれません。なんかネガティブなまま終わるの良くないですね。鍋島を召し上がるときはですね、特にこう複数のラベルがあるときは、先に召し上がることをお勧めしますよ。といったところです。今回もレビュー部分をご視聴いただき、本当にありがとうございます。よろしければこの後ですね、Vlog チックの部分も合わせてご視聴ください。
ようございます。本日は2023年3月の7日水曜日です。よく晴れてますね。今日も普通のお仕事の日です。頑張ります。お仕事が終わって帰ってきました。まだね、日が高いんですよ。すごいっすね。おはようございます。本日は2023年3月の9日木曜日です。晴れてますね。いつも通り晴れてますよ。今日も京都で一生懸命働いてきます。頑張りますよ。お仕事が終わってという日は無理やり終わらせて新橋に行きました。この人はね、偉い人に呼ばれてしまったんですね。偉い人に呼ばれると、今日空いてるって聞かれて、空いてなくても空いてますって言うしかないじゃないですか。頑張ってきましたよ。なるべく早く撤収しようと思います。お仕事終わって帰ってきました。今日も酔っ払ってますよ。会社が変わって毎日のようにこう飲んでは帰ってきてですね、そのまま寝るみたいな良くない生活を送ってます。なんか新卒の商社マンみたいな、まあ、そんな感じですかね。反省すべきは反省してですね、アイス買わないで今まっすぐお家に向かってますんで、よく反省してると思います。早く寝ようと思いますよ。おはようございます。本日は2023年3月の10日金曜日ですね。曜日の感覚がおかしくなってますか。いつも通りお仕事です。頑張っていきたいと思います。お仕事終わって帰ってきました。また夕方5時前です。明日休日出勤なんで、ちょっとお願いしてね、早く上がらせてもらいました。明日に備えないといけません。ちょっとね、疲れが溜まってますよ。仕事っていうか飲み会のせいですね。おはようございます。本日は2023年3月の11日土曜日です。土曜日ですけどね、お仕事です。今ちょっとこう勤務のスケジュールが不規則になってるんですね。今週だけ本当は土曜日お休みしてよかったんですけど、あの会社は変われど働き方は変わらないんですね。下手くそなんですよ。1日で終わらせればいいものをちょっとこう疲れてきたりとか、アイデアが出なかったりすると翌日以降に持ち越しちゃうっていうか、これはね、今度の会社では直したいと思いますよ。お仕事が終わって帰ってきました。転職後初の日曜出勤ですね。疲れましたね。肉体的にも疲れたけど、やっぱり精神的に疲れます。まあでもイレギュラーで本当にこの時期だけなんで、頑張りたいと思いますよ。おはようございます。本日は2023年3月の12日日曜日です。日曜日ですけどお仕事ですよ。ちょこっとだけ行ってきます。お仕事が終わって帰ってきました。また6時に有楽町に行かなきゃいけなくて、あと10分15分ぐらいで出直さなきゃいけません。ちょっとね、忙しいですね。でもこのスーツのまま出かけるのはどうしても嫌で、完全に仕様なんですね。お仕事じゃなくて仕様で出かけるんで、無理やり帰ってきました。着替えてやろうと思いますよ。着替えて出直しました。ちょっと遅刻気味なんで、またタクシーに頼らざるを得ないですね。最近飲み会がめっちゃ多いんですけどね、今日も酔っ払ってますよ。急いで帰ろうと思います。タクシーもいっぱいいますね。おはようございます。本日は2023年3月13日月曜日です。東京はあいにくの雨、しかも結構ガチめに降ってますね。土砂降りです。去年は毎日のように撮影してたんですけど、この桜の木ももうちょっとしたら咲くんでしょうね。楽しみです。風がゴーゴー言ってるんですけど、お仕事が終わって帰ってきました。今日はね、結構残業しちゃいましたね。1時間半くらい。でも、やんなきゃいけないことが全部終わったんでいい感じです。めっちゃお腹空きましたね。で、夕方ぐらいにおやつ食べたんですよ。おやつって言ってもこう低糖質のロカボみたいなパンを1個だけ食べて、足りないですね。なんか脂質のお化けみたいな、なんか脂っこいものをこれから食べたいと思いますよ。